宝塚音楽学校は日本の兵庫県宝塚市に校舎を置く私立学校。余科本科合わせて2年生の宝塚歌劇団団員養成所である。学校教育法上は兵庫県認可の各種学校となっている。阪急電鉄の出演で設立した。設置者は学校法人宝塚音楽学校。理事長は住和夫。名誉校長は 小林公平。向こう側のあぜにある校舎。左隣は、宝塚大劇場宝塚音楽学校級校舎入学試験は、毎年3月末に行われる。2000年度以降の生徒定員は50人であるが、2008年度以降の合格者数は約40人となっている。宝塚音楽学校の入学試験は、創立以来内容を、 ほぼ変更せず続けられていたが、少子化に伴う受験者数の減少と、スクールで稽古を積まなければ合格できないというイメージから、受験生がスクールのある都市部に偏り、地方出身者や未経験者が受験しづらい状況になっていたことを受け、2009年度入学試験より、試験内容を大幅に変更。一次試験を面接のみとし、新曲師匠や、 コール有文言を廃止するなど、実技試験を軽減。受験時の完成度ではなく、素質と将来性を重視した試験へ転換した。以下のような不分率が2020年まであった。違反すると反省文提出の制裁が加えられた。しかも内容を受け入れてもらえないと突き返されたという。講師すべてにおいて、本科生が余科生を指導し、その面倒を見るシステムになっている。 本家星になると、常実の規制は解かれた。しかし、実際には、本家星による行き過ぎた指導は続いており、体を壊した余火星も発生し、問題となったため、時代に合わせて改善を進めているとして、このような不分律を廃止することが2020年9月に報じられた。ただし、別の報道では、廃止について、数年がかりで撤廃したという記述もある。 校内でレッスンに励む生徒たち年間の主なイベントは下記の通り。2008年96期の一部生徒たちからある生徒のコンビニでの万引きが疑われるとする目撃情報が同向に寄せられた。生徒は自らの部屋から他人の私物が見つかる教用の備品を自分のカバンに入れるなどの行為でかねてより窃盗癖が周囲に疑われていたため、 同校が生徒の部屋を調査した。結果、万引きしたとされる商品は見つからなかったものの、生徒が9日前に宝塚大劇場で拾ったとする他人の財布が発見された。ありがとうございます。